どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は武将別強編成の紹介ということで、 SP 周囲を使って組める強い編成というのをですね、4つほど紹介していきたいと思います。若干数が少ないんですけども、どの編成も結構強いということになってますので、よかったら最後までご視聴いただけたらと思います。そしたらスペック確認していきましょうか。コストが6ということでやや高めですね。で、兵士適性に関しては弓が S、盾と槍が A で騎兵が B ということになってますので、ちょっと使いにくい感じはするかなっていうところですね。 S が1つしかないので、兵士宝物でも使わない限りはですね、まあ弓一択の使い方になるかなっていうところですね。で、属性に関しては目を見張るものがあって、平均してめちゃめちゃ高いですね。初期値が90以上の項目が3つあるっていう武将はなかなか珍しいかなと思うんですけどね。本当に一握りの武将だけだと思います。で、さらに知力と統率というですね、戦闘に関わってくるような属性もですね、初期値で90を超えてくるっていうことになります。で、特に知力に関してはですね、全武将で見てもですね、トップ10に入るぐらいですね、非常に高い属性を持ってるっていうことになってますので、これらを活かすような編成というのをですね、考えていきたいかなっていうところですよね。そしたら固有戦法の内容をおさらいしておきましょう。後天長炎という式戦法ですね。戦闘中毎ターン敵軍全体の計略比ダメージを 4% 上昇させる重ね掛け可能ということになってますので、8ターン目まで継戦するとしたらですね、相手の計略比ダメージっていうのが 32% 上昇してるということになりますね。なんで後半ターンにかけて強いような編成にこの SP 周囲を組み込むといいというのがわかると思います。さらに毎ターン 25% の確率で敵軍単体に軽力ダメージを与えるとあるんですけども、これはですね、自身が主将の場合は 35% になって、燃焼か水滴の敵が1人いるごとに 4% 上昇ということになりますので、3人とも燃焼とか3人とも水滴みたいになってるとですね、47% の確率で相手に軽力ダメージを与えるとあります。で、このダメージ率っていうのが 146% の知力依存ということになってますので、まあなかなかの数字にはなってるんじゃないかなと思いますけどね。めちゃめちゃ高いっていうわけではないんですけども、その補助でね入るダメージっていうことだったらですね、十分な数字になってるんじゃないかと思います。で、自身が主将の場合ダメージを与える目標として、敵軍の中で兵力が一番低い単体をロックするということになってますので、各攻撃派を狙っていくというのが SP 周囲の固有戦法ということになってますね。そしたら編成内容を細かく見ていきたいんですけども、編成強度に関しては僕が参考にしているテンプレ表の評価というのをですね、参考にしております。で、組みやすさというのはですね、独断と偏見でこんぐらいということで、全てですね S から C の評価ということにさせていただいております。そして1つ目の編成は SP 周囲を主将として、リクソンとテーフを副将とした弓の編成ですね。で、テーフにはですね、兵士宝物が必要で、さらに援護がついている鎧があるといいということになってます。で、SP 周囲にはですね、滑目総体と滑骨両毒で、リクソンには憲法破砕と兵務醸成で、テーフにはですね、イブ軍民と総戦釈戦という継承戦法になってますね。この編成に関しては僕3シーズンぐらい使ったことあるんですけども、とにかく強かったですね。いろんな相手に対してですね、引き分け以上の結果をもたらしてくれるということでですね、雑に扱ったとしてもですね、先行稼いでくれる非常にいい編成だったと思いますね。ただこの編成めちゃめちゃ組みにくいんですよね。組みやすさ B と書いてますけども、これ C にしてもいいレベルなんじゃないかなっていうところですね。継承戦法だけ見ればもう C なんですけども、一応使ってる武将の中にシーズン限定の低配置武将がいないということで B に留めてるっていうところなんですけども、これ B- ぐらいでもいいんじゃないかっていうぐらいですね。全ての戦法が高級ということになってますよね。この戦法に関しては、そこまで共存性高くないよねっていうのがないですよね。どの戦法に関しても、いろんな編成で使えるということになってますので、これを一つ組んでしまうと、他に共存させる編成っていうのにですね、まあ縛りっていうのがかなり出てくるということになってるので、まあ個人的にはこの3人の武将がですね、しっかり凸してるっていう状況じゃない限りはですね、組まない方がいいかもしれないなって感じてます。で、僕が使った感想といたしましては、 SP 周囲の凸がしっかり進んでる場合はですね、滑骨両毒のところはそうですね、配中台なんかでも活躍したなっていうところがありますね。で、憲法破砕のところに関してもですね、新参希望なんかでも OK かなっていう気はしてます。これはまあリクソンの凸がしっかり進んでた時のダメージソースということですね。こちらの編成とにかく硬いんですよ。凸があんまり進んでなくても硬いっていうことになってますので、その凸がかなり進んでるっていうことだとですね、火力に振った方がより活躍できるんじゃないかというのが個人的な感想ということになってます。
次の編成は SP 周囲を首相としてリクソンとロシクを副将とした弓の編成ですね。こちら SP 都督団って言われることもあるかなと思います。でこちらの編成に関してはですね、 SP 周囲にイブ軍民と総戦釈戦で、リクソンに憲法破砕と兵務情勢で、ロシクに残匹法と延築封秘もしくは異謀必至ということになってますね。で残匹法を使ってますので、知力が一番高い武将に援護付きの鎧を装備させたいところですね。でこの編成だとメインアタッカーはリクソンになりますので、リクソンの知力を最も高くするのが望ましいということで、リクソンに援護付きの鎧を装備させることになると思います。でロシクにはですね、兵士宝物を装備してオールエースにしましょうという感じの編成になってますね。でこちらの編成に関してはですね、絆効果も発生するので、一見強そうに見えるんは見えるんですけども、なんか目を見張るほどの活躍をしてるっていうのをですね、あまり見かけない編成ではあるんですよね。めちゃめちゃなんか強そうなのに、それに見合う強さではないかなみたいなね、決して弱くはないんですけども、そんな印象を受ける編成かなと思いますね。で継承戦法に関しても、先ほどの射色弓と比べてもですね、遜色がないぐらい高級ですし、さらにロシプというですね、シーズン限定の低配数武将もいますので、組みやすさという点ではですね、最低の C ということになってますね。とにかく組みにくいということになってると思いますので、でさらにそこまでめちゃめちゃ強いっていうわけではないと、結構強いぐらいの評価で収まるっていうことだとですね、なかなかちょっと組もうかなって思わない編成ではあるかと思いますね。次3つ目の編成は大帝弓ですね。孫権を首相として SP 周遊とロシクを副将とした、またこれ弓の編成ということになってますね。 SP 周遊が弓だけ S っていうことになってますので、これはしょうがないかなと思います。で孫権に憲法破砕と兵務情勢で、 SP 周遊に延築封秘と創生釈戦で、ロシクにですね、慶一陣と残匹法ということになってますね。でこちらの編成に関してはですね、盾にも結構強いという戦法をですね、まとめた動画というのをですね、過去に作らせていただいてますので、そちらの方を見ていただけたらと思うんですけども、いろんな編成に勝てる非常に優秀な編成ということになってますね。ただちょっと一騎昇天に弱いっていうところはあるかもしれないですね。孫権が洞察になってからっていうことだったら OK なんですけど、一騎昇天って、まあ、準備ターンのうちにかけられてしまうっていうところがありますよね。でさらにその孫権の固有戦法っていうのがですね、自身および友軍一人が通常攻撃を打った時に何かしらのその機能性状態を得るみたいな感じの固有戦法だったと思いますので、そういったまあ封印に弱いっていうところがありますので、そういった部隊はなるべく避けたいのかなという気はしますけどね。使ってる方の話を聞くとですね、あまりそこが嫌だっていうふうに言ってる方っていうのはですね、見かけないかなっていうところはありますね。やっぱりいろんな編成に勝てるっていうことでですね、編成強度としてはですね、最高評価の S にさせていただけたらと思ってますが、やっぱり組みにくいのは組みにくいんですよね。孫権という最も排出率が低い武将っていうのを使ってますし、シーズン限定の低排出武将も使ってるっていうことになってます。継承戦法に関してはですね、射色弓ほどえぐくはないんですけども、それでも結構高級な戦法ばかり積んでるということになってますから、これ組みやすさもこれ B- ぐらいでもいいかなっていうぐらい組みにくいと思いますね。そして最後の編成は立候肉弓と言われる編成みたいですね。リクソンを首相として SP 周囲と陸候を副将とした、これまた弓の編成ということですね。でリクソンに新三希望と活目相対で、 SP 周囲に残匹法と滑骨領得で、リクソンにですね、イブ軍民と総戦釈戦ということになってますね。こちらの編成に関しても、継承戦法に関しては射色弓に並ぶぐらいめちゃめちゃ高級なものを積みまくってるっていうところになりますよね。特に回復戦法、滑骨領得と総戦釈戦、これ両方使う編成っていうのはですね、本当に共存性っていうのが低くなってくるんじゃないかなと思いますね。で強度に関しても B という評価をさせていただいてますので、まあ、この編成を無理に組むことはないかなっていう気はするんですけども、ただまあ立候とかって結構貫突してる人多いんじゃないかなっていう印象なんですよね。まあ僕の周りだけかもしれないんですけど、僕自身も貫突してますしっていうこともありますので、このリクソンと周囲がですね、しっかり突してるみたいな場合はですね、組んでみてもいいかなって思いますね。ただその場合はですね、共存させる編成の突っていうのもあまり進んでなくてみたいなことで組むっていうぐらいになりますかね。いろんな編成組めるのに、あえてこの編成をチョイスするっていうことはなかなか考えにくいかなというところですね。はい、いかがだったでしょうか。今回は SP 周囲を使った強い編成というのをですね、4つほど紹介させていただきました。僕自身もですね、この武将は秘蔵で引いてて、凸もそこそこ進んでるんですけども、最近はめっきり使ってないっていうことになってますね。これは他に一緒に合わせる武将の凸っていうのがさせにくいっていうところとですね、やはり継承戦法が高級になりがちっていうところがあるんですよね。
なんですけども組み込んだ場合はですねかなり強い編成ばかりということになってますので、まああまり今まで使ってなかったよっていう方はですね何かしら活かす方法というのをですね考えていただけたらなと思いますね。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。